はい、おはようございます。空の桜井正弘です。今日は随分雰囲気が違うところでやっていますけれどね、今収録日は2020年5月の2日です。これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出してなんとかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、モニターが2つあるのはいつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういうふうにして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。でですね、簡単に、手がスプリングというけれども、あの人たち一体何なんでしょうね。腕がこう伸びると、ミュータントなのかサイボーグなのか、どうもいまいちよく分からなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。